はい、今日はですね、このおなじみの EQ5 GoTo セキドリですね、これの、ね、トラブルについて、話したいと思います。原因がですね、同一と思われる、不具合がですね、立て続けに2件発生しましたんで、まあ、注意喚起ということで、紹介してみたいと思います。で、1件目はですね、これも私ブログにも載せたんですけれども、今までまあ普通に自動導入を正常にできてたんですけども、ある日突然ですね、自動導入がずれるようになったっていう、まあ、そういう症状だったんですね。で、赤道儀をお預かりして、調べてみたところ、まあ、原因が分かったっていうことで、まあ、ブログにも載せたね、写真なんですけど、こちらに載せておきます。はい、これ見てもらって原因分かりますでしょうか。赤形軸のです。赤い軸ですね。デックの赤い軸のモーターなんですけども、これモーターカバーを外したところなんですが、真ん中の歯車がですね、2段歯車になってるんですけれども、本来は内側の小さい方の歯車に噛み合ってなければいけないところが、外側の大きい方の歯車に噛み合っているということで、でまあ、この写真見てもらうと分かる通り斜めになってるんで、モーターの取り付けがですね、でおそらくね、どっかにぶつけたんだと思うんですよね。どっかにぶつけてしまって、それでまあ噛み合わせがこうずれてしまったと。これ、ね、完全に噛み合わせがね外れてしまえば、赤い軸全く動かなくなるんですぐ分かったと思うんですけども、外側の歯車に噛み合ってしまったために、異常にはですね、全く気づかなかったっていうことですよね。でモーターカバー開けてみたらすぐ分かったっていうことでした。はい、それからですね、2件目なんですが、2件目の赤道儀は、これです。事の起こりはですね、赤形軸の方ですね、日誌運動の方、赤形軸の方が異音がすると、ガガガっていう変な音がすると、いうことですね。いつも異音がするんじゃなくて、こう一方向にこう最大限傾けた時に動かそうとするとガガガっと、で重いものを乗せた時にガガガっと音がするということだったんですよ。でその人はですね、シュミットさんに赤道儀を送ったんですよね。そしたらシュミットさんの方で、まあ、異常はなしって帰ってきたんですが、帰ってきたら、まあ、異音はですね、治ってなくて、しかもですね、自動導入が今度ずれるようになっちゃったっていうんですよね。はい、ということで、まあ、私のところに、相談があって、で私がこれ、受け取りまして、調べてみましたら両方とも原因が分かりました。まず異音の方なんですけれども、ここにね、ウォームホイールとウォームギアっていう、まあ、が入ってるんですけど、その噛み合わせがですね、ちょっときつくて、それでまあ異音がしてたんですね。でね、まあ、この手のね、安価な赤道儀の場合は多少変身してるんですよね、こう軸が。だから緩いところときついところがあるんですよ。一様じゃないんですね、完璧な。まあ、これはね、まあ、このクラスの赤道儀としてはベアリングとか使ってないんで、仕方がないところあるんですよね。ということで、きついところで、まあ、ね、きついところでこう異音が発生してたっていうことなんで、私が調整しまして、少しね、噛み合わせを緩めて、やりました。で問題はですね、シュミットさんから帰ってきたら、自動導入がこうずれるっていうことで、でずれ方もですね、まあ、大体方向は合ってるんですよ。だけどずれちゃうっていうことなんで、これは前のケースと同じじゃないかなと思って、調べてみたらその通りだったっていうことです。でちょっとね、自動導入がある日ね、突然ずれちゃうっていうことなんで、調べ方としてはですね、簡単なんで紹介していきたいと思います。今ねカメラ近づけますんで、はい、ですね、ここにね、2箇所ネジあるんで、この2箇所のネジをね、緩めます。はい、そうするとね、あれまだかな、
はい、そうするとね、外れました。はい、見てわかりますかね。ここ、ま、この歯車が二段歯車になってますよね。で、ここがですね、外側の歯車に噛み合ってますよね、これね。ここがね、外側の、これ間違いなんですよ。内側の歯車にかかってなきゃいけないんですよ。で、これね、ぶつかったっていうよりね、これあんまりね、言いたくないんですけど、これ多分、シュミットさん間違えたんじゃないかなと、調整するときに。というのはね、こう緩くないですしね、斜めにもなってないんで、ぶつかってずれたっていうよりは、まあおそらく、シュミットさんの方で間違えてこうしちゃったんじゃないかなという気はしますけれども、はい。はい、ここね、ネジ1本でね、つながってるんで、ここのね、ネジを緩めて、あ、こっちの歯車もね、わざと、ここが、こうですよね。ここも、段差の分、ここも動かしてあるから、これはもう明らかに人為的ミスですね。ぶつかったっていうよりもね。はい。困りましたね。ちょっと後でこれちゃんとやっておきますが、まあ、これが正解ですね。こっちの内側の小さい方の歯車に噛み合ってる方が正解ですね。はい。はい、それでですね、まあ、赤道儀、まあ、コントローラーでも何でもそうですけども、何か問題あったらですね、直接私の方に連絡ください。もうそれの方が早いんで、もう明らかにね、例えばここが壊れてるとかね、ここが欠けてるとかね、もう明らかにそのね、原因が分かるもんだったらば、まあ販売店さんとこに行ってもいいんですが、例えば自動導入がずれるとかですね、赤道儀の問題なのかコントローラーの問題かも、そういうのを見極めるのは非常に難しいんで、とりあえずね、私のところに行ってきてもらった方が早いん で、皆さんね、私のこの動画を見てこれ買っていただいてるんで、私ももう全部責任持って面倒見ますんで、私の方にね、直接行ってもらえればいいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。